できたら。ポールさんかわいい、なっちゃんバラありがとうございます。リンさん初見こんばんは、ありがとうございます。今日暑ありますか？おしゃれで男性も着れるデザインが、そうですね、なんか男性も着れるようなデザインがいいなと思ってますね。なんかハートいっぱいとかピンクいっぱいとかだとなんかむず、なんだろう、着にくいかなっていうのはありますね。あとはやっぱり走る、いつもこうマラソンとか運動とかする方、例えば学生だったら部活の T シャツとかにでも着ていただけたら嬉しいなって思うので、ちょっといろいろ考えてはいるんですけど、はい。クセル熱望さんかっこいい、ありがとうございます。お魚さんいいね、ありがとうございます。そうね、普段も着れるっていうのがいいなって思ってます。おみずちさん、ん、おみずちゃんか、おみずちゃん、ビギナーこんばんは、ありがとうございます。結構これはさあ、そう、もう話しちゃった方が早い。でもまだ200人とかだよね。どうだろう、もうちょっと経ってからがいいかな。捨てるから、やっぱり実際私もそれを着て東京マラソンに出たいなって思っているので、目立つ色がいいなとは思うんだけど、ってなるとやっぱ黄色かなって思うけど、デザインとかを考えるとなんか、なんだろう、個人的には今のところなんかネイビーっぽい色に黄色の文字とかイラストが可愛いなと思っていて、ただ目立たないよなっていうのはあって悩んでたりとかしますね、今の悩み。みなぴさんかわいい、たしみさんかわいい、ゆきだんごさん音符、トラッシュさんかわいい、ゆきだんごさん音符ありがとうございます。みかんさん服ありがとうございます。そうだね、アリスちゃんバラありがとうございます。そう、まだ決定してなくて、ショールームで一緒にデザインを決めようと思っていて、まあそういう色とかはその配信の時に決めようかなって思っているんですけど、どうしよう、じゃあ10時になったらちょっとお話ししようかなと思いますね。みなちゃん服、隊長さんキュンキュンありがとうございます。言った方がいいかな、ツイッターで言った方が来てくださる方多いかな、それとも後でツイートした方がいいかな。みなぴさんアイスありがとうございます。くばくさん服ありがとうございます。だからそういうのは、まあ、皆さんとその色とかは皆さんの投票とかデザインを決めてから考えたりとか、こう皆さんと決めれたらなって思ってます。あ、今日は決めないです。詳しくはちょっと22時から全部言おうかなと思いますね。今言う？今じゃあ22時から「ショールームナウ」です。22時からマラソン T シャツ、シャムになっちゃったシャツ、お仕事上がらせていただきやすい、マラソン T シャツについてお話ししよう、しお話しするので、よかったら見に来てください。ぜひぜひぜひ見に来てください。よし、あきららさんキュンキュンありがとうございます。グースか、グースか、おやすみなさい。
とは皆さんからちょっとデザインとかをなんかこういうのが入れたいなとかあったら聞きたいなっていうのがあったりとか、まあでも私もこういう感じにしたいっていうのはあるので、ちょっとそういうお話ができたらいいなって思ってます。あきららさん、キュキュッ、みなちゃん、服ありがとうございます。ちょっといろいろは22時からまたね重複しちゃうかもしれないけど、そういうちょっと話します。です。こんばんは。なんかさ、一から T シャツのデザインを作るってあんまりしたことないかもしれない。どうだろう、したことありますっけ。私ツイッターで言われたので飛んできました。ありがとうございます。ちょっと22時から話しようかと思います。あきららさん、キュンキュン、ありがとうございます。デザイナー、でも私デザインするの好きだから、でもなんかこうやって T シャツをデザインっていうのはなんかあれですね、あのクラス T シャツ以来かもしれない。生誕 T シャツ、そうだね、生誕 T シャツのデザイン自分がしてるわけじゃないから、クラティ、そうクラティをなんか、でもそんなに私もめっちゃ関わってたわけじゃなくて、そうだからなんかみんなで作ったみたいな感じのはクラス T シャツ以来。そう、小さい頃の夢の一つデザイナーでした。あきららさん、キュキュ、てるんさん、アイス、ありがとうございます。だから楽しいです。可能性の塊じゃ、でもなんか嬉しいですね、こうやって作れるのは。でもやっぱ走ってて目立つ色がいいけど、悩みどころが多すぎて、絵描くのは下手くそなんですよね。絵描くの下手くそなんですよ。だからなんかね、うまいよ。そのね、カッコがついてる時点でね、ちょっと微妙な、めっちゃうまいとは言えない感じよね。ウィンディーさん、キュンキュン、ありがとうございます。そう、個性的、そうなの、個性的な絵なんですよ。あきららさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。お絵かき見てるとめちゃくちゃいい時とあれって時の落差がある。まあ得意分野はありますから、誰にでも。絶対に欲しいから受注販売か、枚数多めに作って売り切れないようにお願いしますね。お願いします。まあそこはね、私も言うようにはしますけど、決定権はないので。そりゃそうですよね、それはそう、たくさんの人に来てほしいから、それは私も思う。スカイさん、ヒデさん、かわいい、ありがとうございます。でもそういうのは本当に何だろう、積極的に言ってほしいかも。例えば XL が欲しいですとか、受注販売か、その多めにとか。えなぴさん、ファイト、ありがとうございます。得意分野マンボウです。そうです。初期の頃どちらかというと割と画伯キャラだった気がする。いや、画伯はあんちゃんと瞳だった気がする、ずっと。私画伯だったんかな、わかんないんだけど、そう思われていたのかな。ニコちゃん、いい
抽選さんであってほしい。ゼッケンに隠れても目立つデザイン。デザインはね、みんなと一緒に決めていこうと思います。大きめのサイズってどれぐらいなんだろう。 XL があればいいのかな。あきららさん、キュンキュンありがとうございます。ヘイブンさん、服ありがとうございます。だからなんかこの、このこういう、これ私まだ全然分かんないことばっかりなんだけど、これもこれについてもいっぱい自分も聞かなきゃいけないこともいっぱいあるんだけど、その配信までにはちょっと分かるようにしときたいけど、そういうなんかもし質問とかがあったらまとめて私も聞きたいと思うので。ヘイブンさん、服ありがとうございます。受注だとバイトでも後から注文できるから嬉しい。なるほどね。でも確かに本当に私も、あ、リップついちゃった。私もね、あのたくさんの方にゲットしてほしいから、そう、受注がいいのか。みんな受注が、受注だと遅いとかあるのかな、遅くなっちゃうとか。あきららさん、キュンキュンありがとうございます。ハート1000、キューピットクマちゃん I love you ありがとうございます。バルカンさん、バラありがとうございます。タコちゃん、画伯は自覚がないことが多いよね。ちょっと画伯なんだね私。わかった、わかったよ。XL があれば良さげな感じかな、割とこのルームでは。 XL がっていう方が多いかな。でも女性はまあ入らないが一番嫌じゃないですか。大きめだったらまだいいんですけど。バルカンさん、バラありがとうございます。リリカちゃん、キュンキュンありがとうございます。トラコさん、初見こんばんはありがとうございます。バルカンさん、バラ、ヘイブンさん、ラブレターありがとうございます。遅くても帰る方が嬉しい。個人的にはその沿道がまだいい、なんかこの流れだとあんまり沿道にはっていうのがありそうだけど、沿道にもし応援に来てくださる方がいるのであれば、その方々がみんなその T シャツを着てくださってて、私もその T シャツを着てるっていうのが理想です。だからそうなると届くのがもう決まってるじゃないですか。もう3月6日なので、3月6日まで、3月5日までには届いてないと、せめてっていうのがあるから、どうなん、全然わかんないけど、でもみんなの元には届いてほしい。トッシーさん、フク、ウィンディーさん、かわいい、ありがとうございます。そうだね。サンタさん、フク、ありがとうございます。セラータワンピみたいに着るだろう。でも多分サイズがワンサイズってことはないと思うんだよな。ワンサイズだとしたら XL だけど、なんか女性で XL で運動ってなると結構ブカブカな感じもする。あんまり私は運動着でビッグサイズで買うことはないから。あ、162ありがとうございます。バルカンさん、コマンありがとうございます。トッシンさん、かわいい、ありがとうございます。とか、まあお家ででもなんか応援していただけたら、それをその T シャツ着てね、嬉しいなというのはありますね。ひなぴさん、キュンキュンありがとうございます。あとでちょっと質問系はその10時になったら、いろいろ多分10時にから言いますって言ってるから、10時に来る方もいると思うので、わかんないけどギリギリとかで10時からいろいろあ
ある、あの話したいと思うので、質問系も10時からでに答えて答えたいと思います。ランニングの時に行きたいからかっこいいのにして、かっこいい、ちょっとみんなでね決めていけたらいいなって思ってますね。発売日はまだまだ分かんないです。発売など詳細は後日になりますが、ショールームで皆さんとデザインを決めたいと思いますって言ってます。あの詳しくはムービーを見てください。そういうことは言ってます、ちゃんと。質問は一旦流すので、後でまたちょっと質問していただけたら嬉しいです。言えることはちょっと覚えてる限りは言いますね。時和さん、キューキュンありがとうございます。こんばんは。一瞬ムービー見てきます。いってらっしゃい。あのファンクラブの方はぜひムービー見に行ってください。ヘイブンさん、ペンライトありがとうございます。ムービー見たよーって、ありがとうございます。見ました、ありがとうございます。髪の毛抜けた、え、髪の毛消えた見たってありがとうございます。でも結構もう皆さんがまだデザインとか何も決まってないのに買うよって言ってくださる方が多くて嬉しいです。楽しみです。ムービーの衣装可愛かった、ありがとうございます。あれはこの前の時です。この前の何お話し会です。でも初めての自撮りのムービーです。今皆さんからのリプを見てます。みんなおめでとうって言ってくれてる、ありがとうございます。ありがとうショコラ。いっぱいいっぱいリプいただいている、ありがとうございます。彼女のあの写真のやつめっちゃいい、やった。あれはあのカメラで撮りました。久しぶりにカメラ、先に振り込んでもいい。どうぞどうぞ使わせていただきます。ぜひ使ってください。彼女とデートなうに、もうそろそろだね。T シャツ着ておめでとうでございます、ありがとうございます。彼女で使っていいの使ってください、ぜひ。そっか、ショコとデートなうって言ったか。わざわざ送ってきた、ショコとデートなうで。遠慮しないで使わせていただきました、ありがとうございます。はい、ということで22時になりました。ということでですね、ここからはまあ今もちょこちょこ話してたんですけど、私のデザインするマラソン T シャツの発売が決定いたしましたので、それについてちょっと詳しくお話ししようかなと思います。ここでデザインを決めるわけではなくてですね、みさみささん、キュンキュン、お魚さん、パチパチありがとうございます。パチパチっていっぱいありがとうございます。ですね、今のところもし変更あったらごめんなさいなんですけど、今のところ1月の26日、そしてあさってのショールームで決めたいなと思っております。デザインを皆さんと一緒に。さしこいのちさん、キュッキュッありがとうございます。です。
26日水曜日、ともさんキュンキュンキュンありがとうございます。しこいのちさんキュンキュンありがとうございます。そう、時間が、まあ、夜は夜がいいと思うんですけど、皆さんが何時がいいのか分からなくてですね、8時ぐらいかなって思っているんですけど、どこだっけ、メモメモメモ、ここだ。何時がいいかなって思っていてですね、8月の26日、久美ささんキュンキュン、さしなゆいさん星ありがとうございます。20時ぐらいかな、20時どれぐらい時間がかかるかわからないけど、今日ぐらい、今日9時半か、遅ければ遅い方がいいっていうものでもないんですよね、多分皆さん的には。そうなんだよね、時間かかるかもしれない、そうなんだよ。いや、このルームでやります。20時か21時かぐらいかなと思うんですけど、21時にもう多分やってるとは思うんですけど、そんな1時間で決まるスパッて決まるわけではないと思うので、でも遅くて21時がいいなって思ってます。普通のゴンさん、みかんありがとうございます。アンケートで決めちゃっていいですか。じゃあ20時か21時で投票しようかな。遅いのが無理みたいな方は20時なのかな。どれぐらい時間がかかるかわからないんですけど、違います、1月の26日、私のデザインするマラソン T シャツの発売が決定いたしました。で、そのデザインを皆さんと一緒に決めようと思うんですけど、ショールームで一緒に決めようと思うんですけど、1月の26日にこの配信で決めようと思いますが、何時がよろしいでしょうか。じゃあ分かった、20時、20時半、21時、はい、投票でもう1位になったやつにしようと思います。20時、1番が20時、2番が20時半、3番が20時、あ、21時、どれでもって方は投票しないで大丈夫です。え、何もないよね、他の番組多分ないと思ってるんだけど、多分大丈夫だと思ってる。え、水曜日のダウンタウン、待って、ダウン予定表に入ってなかった、ちょっと待って待ってください。何時からですか、それ。それは被ってはいけない。うわ、22時か。一回投票終了します。半分ぐらいが21時なんだけど、21時ですね。いや、1時間で決まりますか。ごめんなさい、投票したのに。じっくり時間取った、そうだよね。うわ、どうしよう。え、22時、水曜日だよね、今週。本当に、ただ1月26日水曜。うわー、入ってなかった、見てなかった
どうしよう。西尾市の方が、西尾市で大丈夫。でもさ、本当にさ、ごめんなさい、もう半分ぐらいの方が21時なんだよね。ごめんなさい、投票したのに。木曜日はね、イコタイムがあるんだよね、私が。そうそうそう、木曜日のイコタイムで提出します。だからなので、明日はできなそうなので明後日かなみたいな感じなんですよ。木曜日のダウンタウンにならない。え、20時でも怒らないですか？ 2 時間で決まるよね、多分ね。待って、え、ダウンタウンってめっちゃさ、なんか水曜日のダウンタウンって何時までですか？最悪そう23時以降にやろうかなみたいな。20時で大丈夫ですか？ごめんなさい、今投票したのに。投票したのにごめんなさい。20時でお願いします。1月26日20時から。最悪決まんなかったら水曜日のダウンタウン以降でやりたいと思います。ごめんなさい。投票もう半分ぐらいの方が21時で、あ、21時ってなってたと思う、本当だったら。すいません、21時ぐらいに皆さん来てください。あの、行けないよって方は。20時で。1月26日、20時にやります。で、ですね、いろいろ質問があったんですけど、まずデザインは、まだ T シャツの色とかは決めてなくて、まあデザインとかに合わせて決めようかなとは思うんですけど、個人的には、なんだろう、黄色が可愛いかなって、可愛いというか目立つなって思っていて、で、黄色が目立つなと思っているんですけど、あの、着やすいってなると、紺に黄色の文字とか黄色のイラストが可愛いなっていうのはあってですね、悩んでます。そこが今一番の悩みどころです。あとはまあデザインに、そう、なんかあの、そうだ、生地がですね、なんて言うんだろう、運動しやすい生地というかになっていて、イコラムだとないかもしれないんですけど、イコラムは多分その生地ないんだけど、本当に運動しやすい生地で、あのね、そう、スポーティーな、本当に一緒に運動できますよっていう感じなんですよね。という、ちょっと違うかもしれないけど、実際のものがね、あったらいいんだけど、こんな、いや、見てもわかんないだよね、多分ね。こういう感じの生地。これが、こういう感じの生地。わかんないよね。だってこれがね、ポリエステル 100% だと思う。見ればよかった、多分。ポリエステル 100% だと思います。こういう、運動着、運動ができる運動吸水性とかそういう系のやつです。速乾性か、そう、スポーティー生地です。だから今までのイコラブ T シャツでは今なかったと思うんですけど、そう、クラッシュ T シャツのやつです。クラッシュ T シャツでよく使われるやつです。皆さんのクラッシュ T シャツがどういう生地かわかんないけど、私のクラッシュ T シャツは同じところでした。そう、速乾性があるやつ、そうになっています。なので
普段運動する方とかに来ていただけたら嬉しいなと思います。そう、部活着みたいな、うん、普通のなんかみんながどんな着てるかわからない、そう、そんな感じです。でデザインがですね、前と後ろにデザインできるんですけど、このぐらいの、これが前、この赤の線、点線のところがイラストが描けます。で後ろもこんな感じで、こんな感じになってます。福さん間違えた、よしこいのちさん、福ありがとうございます。そう、ジムとかでも使えると思います。そう、シワシワにはならないと思うな、生地的にあんまり。ヘイブンさん、キュンキュンキュン、さしこいろじさん、みかんありがとうございます。メロンさん、ビギナー初見です、ありがとうございます。そうそう、あとは袖にはできないです。袖には入れれません、何も。で、そう、半袖です。半袖のこういう T シャツになります。で今のところなんですけど、個人的には正面表はこの左胸のところにワンポイントか、正面のこのど真ん中のところにワンポイント、なんかこれぐらいのサイズ、この T シャツだったらこれぐらいのサイズでなんかできたらいいなって思っているので、バックプリントの方で、まあ表もちょっと投票とかにするかもわからないんですけど、何個かこういう系を入れようっていうのはあって、みやさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。よしのりさん、初見こんばんは、ありがとうございます。ニコちゃんがショコちゃんっぽい、そう、ニコちゃんも入れようかなって思ったんだけど、一応候補には入ってますけど、その男性がどこまで着やすいのかっていうのが分からなくてですね、うん、っていう感じです。で後ろは割と何でも自由なんですけど、ここは結構皆さんの意見を取り入れたいなっていうのはあります。ハートとかはあんまり入れないようにしようかなって思ってます。そう、ハートは男性が着にくくなるかなっていうので、私は皆さんに着てほしいから。そう、ケンパチさん、キュンキュン、ありがとうございます。そうで、ここには日付を書こうかなって思ってます。この右下のイラストの右下には日付を書こうかなって思ってます。うん、です。で、あとはそのハッシュタグショコの本気フルマラソンっていうのが、さっきのツイートとかにも私入れてたと思うんだけど、それをそこのハッシュタグショコの本気フルマラソンでをつけて、皆さんのデザインとかこれ入れてほしいとかがあったら、その26日までにツイートしてほしいなって思います。みゆらちゃん、服ありがとうございます。すみれさん、かわいい、ありがとうございます。ビーナ、そう、なのでこういうイラストがいいでもいいし、これを入れてほしいでもいいし、そのイラストをこう描いてこんな感じがいいとかでもいいですし、まあ、あくまで参考なので、こう描いたから全部が入るってわけではないと思うんですけど、ないんですけど、もしなんかこんな感じのがいいなっていうのがあれば意見をいただけたら嬉しいなと思います。です、ですね。あくまで正面はなんかワンポイントがいいかなって思ってます。とか、まあ考えてる時に思いついてハッシュタグでツイートしてくださっても、まあその時はコメント見てるかもしれないけど流れちゃうかもしれないから、そう、ツイートでもいいですし。よしのりさん、初見ありがとうございます。あ、さっきも読んだ。トミーさん、ペンライトありがとうございます。そうで、男女どっちでも着やすいやつがいいなって思うので、なんかイラスト全部真っピンクとか
あ、そうだ、あとはそうだ、表と裏どっちも4色ずつ使えます。だから最高で8色使えるんですけど、こっちで5色、こっちで3色とかは使えないです。4色4色ずつ使えます。だから1色にする必要はないです。そう、4色4色で使えます。まああとはなんかもしこういうのがいいっていうのがあれば、ハッシュタグショコの本気フルマラソンで投稿していただけたら見に行きます。4色使わなくてもいいです。最高4色までです。はい、生地も選べます。生地は結構色何色もあるんですけど、結構いろんな色があるんですけど、まあ黄色が目立つかなと思ってるんですけど、デザイン的には着やすいのはなんか紺に黄色のデザインが可愛いなって思ってます、個人的には。うんって感じです。今のところの目立つっていう意味では、あのこの黄色が一番可愛いかなって思ってますね。あとはまあネイビーにこの黒に見えちゃうよね、ネイビーなんですけど、ネイビーに黄色の、例えばもしニコちゃん入れるなら黄色のニコちゃんとかあった方が分かりやすいなとか可愛いなっていうのはありますね。Y さん、キュンキュン、ありがとうございます。 Y さん、キュンキュン。トミーさん、ペンライト、ありがとうございます。そう、着てほしいから迷ってます、そこは。普通の T シャツだったら多分ネイビーにしてるけど、目立つって、走って自分も着たいから、走りなんか走ってる時にね、走ってる時に目立つっていうんだったら黄色かなって思ってます。うん、そうですね、同じ色を前後ろで使うことできます。4色ずつ使えます。そう、紺に黄色は結構好きです。お気に入りです。アズパンダさん、みかん、ありがとうございます。そうね、だから迷ってます。黄色でも普通に着ますか？色の範囲、デザインの範囲はこんな感じ、前後ろこんな感じで、この赤の点線のところがデザインできます。袖はできないです。そういうのも投票とかで一回デザインを決めてからなのかなーって思ってるんですけど、私は色とか決めるのはなんですけど、まあ、そういうのも投票なのかなって思ってます。黄色でも着る、本当に普通に走る、まあ確かに派手な色私も着るときあるから、ただ私だから着るのかっていうのところもありますよ。だってマラソンウェアでもこういうね、全然こういうので着て走ってますから、こういうので走ってるからね、まあここまでピンクだとさ、ちょっと男性は着にくいかもしれないけど、派手な色の方が目立つんだよね。うん、そうなの。あとはなんだろうな、個人的にはハッシュタグショコの本気フルマラソンっていうのは入れたいなって思っています、どっかにって思ってます。うん、ヘイブンさん、音符、ありがとうございます。トミーさん、流れ星、ありがとうございます。うんですね。そうですね、いろいろちょっとサイズとか応募方法、買い方、販売方法とか、販売の日、発売日とかはまだわからないんですけど、後日発表になると思うんですけど、今のところそんな感じですかね。他になんか質問とかあったりしますか？トミーさん、流れ星、ありがとうございます。
黄色でもいい？黄色ね、黄色かわいいよね。だから迷ってる、いろいろ迷ってる。個人的に普通に T シャツを買うなら紺に黄色なんだけど、目立つってなると別だなって思って。そう、質問大丈夫そうかな。もう声枯れてきちゃった。発売日はまだ決まってないです。とか走ってて私のこと見つけやすいかなっては思います。黄色の方が。黄色が着たい、本当に。スポーツ、そう、素材がね、スポーツ素材なので、ポリエステル 100%、 多分ポリエステル 100% だと。そう、だから東京マラソンというワードは入れないです。ワードとかロゴとかは入れないです、東京マラソンの。トミーさん、ペンライトありがとうございます。そう、まあそういうのも含めて26日の20時からできたらいいなって思ってます、会議を。ですね。どうせ着るなら目立ちたくなってきました。まあ確かに運動着なので、まあ普段着で着ようと思えば着れるかもしれないけど、運動ってなったら例えばジム行くとかだったらそんなに色とか気にしないのかなとか思ったり。うん、トミーさん、ペンライトありがとうございますっていう悩みどころです。私もニコちゃんデザインの中に、私もニコちゃんが入ってるので、私が今考えてる中のね、なのでワンポイントだったら、まあ、確かにネイビーに黄色のニコちゃんの方が目立つかなとは思うけど、そのニコちゃん自体がね、自分が目立つってなるとやっぱ黄色かなって思ったりしてますね。そう、スポーツウェアなら黄色、そう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 、そうなの、そうなの。みんなランナーですか？ランナーですが色は気にしないです。なるほどね。トミーさん、コンプありがとうございます。ネイビーの方が着やすかったりするけど、せっかくショコちゃんが考えるんだから黄色がいいな。なるほどね。ライブ、ライブ、やっぱライブで着るから目立ちたいっていう方も結構多いね。T シャツ自体は一色、一色かな。あとはこの一色なんだけど、この中にそのこういうね、これはイエローかけるグリーンとか、ガーネットレッドかけるブラックとか、この首周りのここのところの色が違うっていうのはあります。こういう感じであるけど、ちょっと黄色、なんだろう、一色かな、一色がいいかなって思って、これがさ黄色オレンジとかだったら可愛いかなって思ったけど。です。トミーさん、音符ペンライトありがとうございます。そう、自分が色を決めれるわけじゃなくて、もこの中から選ぶっていう中に入ってる、入ってます、こういうのが。黄色にオレンジはないんですよ。黄色はね、グリーンしかないんですよ。黄色とグリーンしかなくて。そう。あと質問あったりしますか？なければ26日までに私もデザインを考えますし、まあある程度ちょっと考えてるところはあるんですけど、いろいろそういうのを決めていけたらなって思ってます。自分でオレンジに塗るわって。あと何質問してないと思う。でも本当にサイズとかあんまり私は、ああそういう、そういうのがあったなとか、あの販売方法とか、ああそういう質問もあったなとか思ったので、
仕事より優先したら明日休みたいです。あの明後日です。26日水曜日明後日ですね。明後日の20時からです。町岡さん、福ヘイブンさん、みかん、ありがとうございます。サイズ関係はまだ全然私は分かってないので、ちょっと26までに分かれたらいいなって思ってます。ぜひハッシュタグ間違わないで、ショコの本気フルマラソン、ショコがひらがな、本気が漢字、フルマラソンがカタカナです。ハッシュタグショコの本気フルマラソンで、デザインがもしなんかこういうのがいいなっていうデザインがありましたら、投稿していただけたら嬉しいなと思います。です。トッシンさん欲しい、ありがとうございます。あ、うちの近所走ってる人多いから明日注目しとく、ぜひぜひ。でも今上着とか着てそうな気がするんですよね。もし自分が走るんだったら上着の上に T シャツを着ようかなって思ってます。ちょっとなんかダサいとか思うかもしれないけど、やっぱ目立ってなんぼなんで。その自分が作ったやつはアピールしていきたいと思います。ポールさん、オレンジありがとうございます。そうだからジムとか行ったらね、着てるかもしんないけど。あとは当日どれだけ暖かいかっていう感じですかね。暖かければ中に長袖着て、半袖を作ったやつ着てできるんですけど。ひのみさん、尊い、ありがとうございます。今走ってる人は結構上着着てるのかなって思ってます。私も上着着てたから今日走った時、今日は10キロ走りました。ジムで他の人をやってみるもん、走り、ジムは分からないけど、走ってる時にあ、なんとかマラソンだっていう時はあります。こう後ろが一番見るじゃないですか、やっぱりすれ違う時よりも後ろを見て、あ、なんとかマラソンって書いてあるっていうのはありますね。トミーさん、ペンライトありがとうございます。とか、あ、それ持ってるみたいなのもあります。こんな感じですね。今日もトレーニングお疲れ様です。ありがとうございます。今日はね、23時からあれがあるから、なんだっけ、ぺこぱのやつがあるので、それまでに終わります。カープさん、キュンキュン、ありがとうございます。そんな感じですね。大丈夫かな。おちさん、ふく、トミーさん、ペンライトありがとうございます。まあ詳しいことはまた26日にもお話しするんですけど、今はそのデザイン募集かなって思ってます。私がこれがいいっていうのがあったら全然それにしちゃうと思うんだけど、あくまで参考程度っていうか参考にしたいなって思っていて、イラストを描いてくださる方もいれば、これを入れたいっていう方もいれば、それぞれだと思うので、ハッシュタグショコの本気フルマラソンで写真付きでこういうデザインがいいと思いますっていう方も言うのもありだし、文章でなんとかを入れたニコちゃんが可愛いと思いますとかでもいいと思うし、いいですし、そんな感じでハッシュタグショコの本気フルマラソン26日、20時までに、まあ、20時以降も見ますけど、20時までだったらちゃんと見れるので、言ってツイートしていただけたら嬉しいです。ヘブンさん、ペンライトありがとうございます。トミーさん、ラブレターありがとうございます。
です。あとはそう、前はなんかワンポイントにしたいなって思ってるので、後ろのデザイン基本的には皆さんのなんだろう、こう皆さんの意見を参考にするのはバックプリントの方かなって思ってます、今のところですけど。魚さんファイト、ありがとうございます。ちなみになんですけど、まあ何でも着るよって言ってくださる方もいっぱいいると思うんですけど、ニコちゃんは着やすいですか、着にくいですか。ワンポイントで、そんな大々的にニコちゃんって感じじゃないんですけど、ワンポイントなら大丈夫ですか。男性でも、女性は多分大丈夫だと思うんだけど、いや私だけなのかな全然 OK です、ありがとうございます。ワンポイントだったらありがとうございます。じゃあさすがにニコちゃんだとあれかなと思うんですけど、バカでかくても OK、 本当にありがとうございます。全然いけるって方が多いですね、よかったです、ありがとうございます。あとはなんだろう、ありだなって思ったのはなんかもう本当に文字だけ文字だけじゃない、イラストもいいんだけど、そのなんかあるじゃないですか文字あのなんだろう、なんだろう、例えば明日やろうはバカやろうみたいな感じで筆みたいなやつで書いてあったりとかするのがあるじゃないですか。そうだから、それがバッグにそれだけ入ってんのもおもろいなって思ったりとか、走ってる時って本当にランナーの背中を見るじゃないですか、前は見えなくて後ろ基本的に見えるじゃないですか、だからなんかそういう頑張ろうみたいなのがあっても面白いかなと思って、例えばイラストがあったとしてその右上とか左下とかに書いてあるのもいいなって思ったりそうなんかね、そう本当に部活と T シャツみたいな感じでなんかあったら多いじゃないですか、やればできるとかなんかやればできる子とか、なんかそういうのがあっても面白いというかいいなって思ってますね。はいですね。トミーさんだるまありがとうございます。そんな感じです。なんかもし、あ、この言葉入れてほしいみたいなのがあったらお願いします。それもハッシュタグショコの本気フルマラソンでぜひ入れるかはわからないですけどトミーさんだるま。パンタンチさん初見こんばんは、ありがとうございます。そうすでにツイートしました、ありがとうございます。後でゆっくり見させていただきます。トミーさんコマンありがとうございます。なんか結構ガチでツイートしてほしいです。あのそこは文章はあの真に受けてしまうのであのガチのやつを送ってほしいです。本気でこれいいと思うってものを入れてほしいです。あ、ツイートしてほしいです。セブンさんラブレターありがとうございます。ですね、魚さんラブレターありがとうございます。メタルさんフック、トミーさんいいねありがとうございます。じゃあ何をさ、携帯どこ、滝脇の携帯、あれ携帯、あ、あった、全然見えるところにあるんだが、ちょっと書くことをまとめよう。
7月の26日かっこ水曜日20時からショールームでマラソン T シャツのデザインを考えたいと思います。発売おめでとうございます。ありがとうございます。何どうしよう。ハッシュタグチョコの本気フルマラソンで入れたいデザインなどあったら、入れたいデザインなどがあったらカット。あーペースト、ハッシュタグショコのフルマラソンでツイートしてください。参考にします。タミさんラブレター、父さん初見ありがとうございます。あとはあと言わなきゃいけないことはあったりするかな。これだけあればわかりますか、伝わるかな。入れたいデザインなどあったらハッシュタグショコの本気フルマラソンでツイートしてください。参考にします。大丈夫かな。トミーさんラブレターペンライトありがとうございます。色の数4色伝わるかな。日本語難しいんだよね。デザインやアイディアやアイディアなどあったら、いいね、ありがとうございます。何色使えるか、前後ろ4色までです。まあ最悪さ、色は早く色はめっちゃいろんな色できたとしても色変え、あのそこだけ切り取って色変えるとかいけるけど、入れた方がいいかな色は。ファイさんキュンキュンありがとうございます。うん、どうしよう。色は日本語難しい。前後ろ4色で、でも全8色じゃないよみたいな。色は後ででいいか。あとなんだっけ、なんかさっき、あ、前後ろ袖にはできません、デザイン、米袖だよね、ここ袖にはデザインプリント、うん、デザインできません、袖には袖にはいる、袖にはデザインできません、袖にはプリントできません。どっちが分かりますか。袖には、袖にデザインはできません。これでいいかな。それぞれ4色、前後ろ4色使います。
んな感じかな。あ、これを載せるの。なるほどね、これを載せたらいいか。綺麗に撮れるかな。シワシワ。いいかな、これで。これでいいかな。バック、フロント、これ乗せればいいかな。 2枚。よし、あ、これにね、文章はね、あの写真撮ってない、データじゃなくて紙面で、そうそうそう、紙でいただきました。ふみさん、流れ星ありがとうございます。写真つけた方が分かりやすいですかね。じゃあショールーム終わったらツイートしますね。あさって暗いから明るくします。色はもうデザインを参考までにデザインをいただくので、色は4色、前後ろ4色ずつなんですけど、あのそのデザイン通り、めっちゃデザイン通りに全部をあの入れるわけではないと思うので、はい、なので、まあ、色は後でこのルームで、ここ黒がいいと思うんですけど、どう思いますか、いいと思う人、じゃあここ黒でとかみたいな感じで決めようかなって思ってます。ヘイブンさん、花束、 FJ さん、福、トミーさん、流れ星ありがとうございます。です、明るく、明るくしました。星宮さん、初見こんばんは、ありがとうございます。いいかな、ショールームでマラソン T シャツのデザインをから、ショールームで皆さんとマラソン T シャツのデザインを考えたいと思います。入れたいデザインやアイディアなどがあったら、ハッシュタグショコの本気よるマラソンでツイートしてください。参考にします。それにはデザインできません。大丈夫かな、これでツイートします。はい、ありがとうございます。 T シャツの色はなんか黄色かなって気持ちになってきた。結構黄色でも着るよとか、黄色の方が目立っていいっていうコメントをいただいたので、そうだね、デザイン次第だね、あとは。そうだね、デザイン次第で決めたいと思います。私もちょっとデザイン書いておこ。個人的にはネイビーに黄色のデザインが可愛いけど、マラソン走ってる時に目立つってなると黄色がいいかなって思うです。まあちょっとあと2日で気持ちがどう変わるかわからないんですけど、やっぱさ、その時の気持ちとかあるじゃないですか、その時の頭の感じとか、あ、こういうのもいいなって思ったりとか。私も実際あのお話し会の時にあの動画撮ったんですけど、それから考えて、昨日、おとといか、考えて、昨日出た案をベースに、あ、これもいいって今日思いついたのあるし、そうなので
ちょっとあと2日間悩みたいと思います。私もトミーさん流れ星ありがとうございますです。皆さんと一緒に考えたいです急に、そう急にね、あーこれもいいってなったりとか、いつもだった終わってから、その提出してから、よく止まってた、提出してから、うわこれもよかったなーみたいな時もあるからね。え、なんかカクカクしてんだけど皆さん動いてますか。チェケさんいいね、ひろしさん欲しい、とみさん流れ星ありがとうございます。え、私だけカクカクしてるの、大丈夫、あよかった、なんかもうすごい半目で止まってたりする大丈夫ならいいです。やばい、めっちゃ止まる、うん、楽しみです。私はデザイン好きなのでよかった私だけだった、カク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 というか、なんか止まっちゃう、こうやってなって一回動いたと思ったらまだこうやって止まってたぶん大丈夫そうだね動いたと思いきやまた止まってみたいなのが繰り返してました。よし、今日話したいことはそんな感じでお話できたかなと思います。あ、そう、デザインは、私が描いたのをそのままやることもできるんですけど、あのちょっとこの丸が混乱になっちゃって、だけどこれは丸がいいですって言ったらちゃんと丸にいい感じにしていただけたりとかはできるので、そこはあのご心配なく心配してるかわからないけど、あの前のさ、前に川崎でやった時のやつがあるじゃないですか、木脇翔子デザイン、これ、ああこれがあるじゃないですか、ああ止まってて映ってるかわかんない、止まって、あこれ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 、これもこの感謝って文字は自分の直筆じゃなかったりとかするので、こう自分が書いたのを送っているんですけど、こう左右対称にお願いしますっていうお願いをしてるので、そうニコちゃんの顔とか、あのここのふわふわ感とかそうなので、そんな感じではできるとできます、はいひろしさん最高ありがとうございます。あーコメントもいじれなくなっちゃった、こんな感じです。なのであのご心配なくそろそろ終わろうかな、もうカクカクだから、ごめんなさい、こうカクカク、私だけがカクカク、大丈夫かな。あとはなんかご意見がありましたら、ハッシュタグハッシュタグショコの本気フルマラソンで、あの投稿していただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします、うん、調整なしでそのままのメンバーもいると思う、わからないけどキアラとかのそうだったかな、キアラ斉藤これとかは結構そのままキアラの書いたまんまだと思う、多分ハートの感じとかがです。ということでランキングを読んでいこうと思います。もうカクカクなので終わりたいと思います、ごめんなさい、でも皆さんはカクカクしてないと思うんですけどランキング読みます。あ動いた、あ動かない、
頑張れ。13位 FJ さん、12位メリダさん、11位ワッフさん、10位テルンさん、9位雪団子さん、8位トッシンさん、7位サシコイノチさん、6位ヘイブンさん、5位ジーセイジーちゃん、4位アキララさん、3位トミージュンさん、2位サシナユイさん、1位ヒロシさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。2列目いきます。動かない、ダメだ、見えないから、携帯から見、こっちの携帯から見ますで2列目読みます。2列目サンタさん、イトパンさん、カノコさん、オーチさん、コロジーさん、ワイさん、チビタンクさん、トキワさん、トモさん、ポールさん、シンヤさん、フィズニャンさん、アリスちゃん、お魚さん、カープさん、ヒッキーさん、ハラディさん、ペンタさん、リリカちゃん、マコトさん、ナナイロさん、イマママさんです。ありがとうございます。4160人の方来てくださいました。ありがとうございます。たくさんのお仕上げ、たくさんのギフト、たくさんのコメントありがとうございます。1月の26日水曜日の夜20時から、夜20時って言い方しないか、20時から、私のデザインするマラソン T シャツの発売が決定いたしましたので、そこの時間でのショールームで、デザインを考えたいと思います。デザインとかのアイディアとかがありましたら、ハッシュタグショコの本気フルマラソンでツイートしていただけたら嬉しいです。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。感謝。おやすみなさーい。ありがとうございました。バイバーイ。